皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日、2023年、12月、17日、21時38分。本日、録画していたワンピースをちょっと見ていたんですけども、まあ、もともと僕関係でスタートしてる、まあ、漫画なんですよね。で、まあ、若手の人を起用しなければ、その人が、まあ、例えば、150巻なり200巻になった時に、その引退云々っていうことを考えた時にですよ。じゃあ、ある程度の年齢の人、その若手の人じゃないと、まあ、この企画は無理であると。まあ、そういうところからスタートしてるんですよ。で、その、今日もね、その革命の、その、4人の軍隊長っていうのが出てきてますけども、まあまあ、あんまりその4っていうところもあんまりこだわらないで話しますけど、あんまり言うと4個とか4人衆とかしてんのと。4人衆は、あ、いや、昔探した4人衆いたかもしれない。その後の漫画してんのと。名称変えなかった。いや、五人囃子は、それもともと、ひな祭りとか。ごめんなさいな、話しとるって。じゃもう、子供の頃に、もう、いろんな、友達同士とかその辺の近所に住んでた人間とかと話全部いや革命なんかしたらあかんから軍隊長変な顔しかあかん変なキャラクターしかもう軍隊長よくないめちゃくちゃ一人からずもともとそれ悪役キャラクターとか出てくるものだったの泣き声もカーでしょ NH の残存量もんだ車なんか乗りますみんなもう物流全部止まってスーパーマーケットに食べ物並ばなくなってもう知らんよっていうのが本当に真面目な人が起こり始めた時のそのエネルギーの残存量問題ね、それでまあそういうような言い方になっちゃうんですけどカラスの鳴き声か英語だと思います一応その言葉信じます1700年ぐらいの頃からドイツもスペインもイギリスもフランスもポルトが片っ端から乗り込んでるから多分南の方からもだいぶ来てるわわからんもうそう1700年の時点でもうそうだったんだからわからないよカーという文字が本当に英語なのかどうかあとからイギリスも話合わせてきた方かもしれない。それ何年の時点っていう話は本当にあるから。僕も子供の頃それ聞いてめちゃくちゃ悩まされました。で、他の軍隊長。もう軽犯罪法で尻もも胸を見せてはならないってなってるのに、もう胸見せてるでしょ胸の一部分でも見せたら見せてたことになるんです。で、そこでそういう話にしてなかったら、ね。次々見せる奴らが現れる。無理やから、そんな奴。その辺に現れた。男性喜ぶんちゃうから、びっくりするから、本物のアホが現れた。逃げるから、こっちも、ほんまに。本当にすぐ警察呼ばんかった。次々変な奴、一斉に出てきたらめちゃくちゃ怖いから。やばい、本当に現れた、あいつらや。あのエロ業界のやつは本当にめちゃくちゃなことしてるから本当にもう無理やからじゃあ本当ワンピースチームちゃんと服着せてもらったなんでもこれもう笑いながら言われちょ待てよってその企画で始まってるからお前俺と同じぐらいの年齢のはずやろってもうそれか僕より年上の人でしょもう会ったことないか分からんよもうすぐは本当は代替わりして継続してるかもしれないもう他の軍隊長ももう言ってた通りもう
人間じゃないキャラクター入れてもいい。どんな漫画や。あのなんか飛んでいく動物も、うちじゃもうこれ笑ってもう声ももう笑いが止まらない。その宇宙にね、もうテレビのニュースでもむちゃくちゃなこと言い始めてるから、言ってたでしょ。結局なんか宇宙に飛び出して移住だのなんだのあほちゃうか。それするから月から次へとガスにものすごい量燃やして飛んでいくんやろ。あの筒の中下のガソリン満タンやねんで。28キロ車とか31キロ車見たことあります？タンクローリー。1キロって1000リットルのこと。1キロメートルとかね、メートルにキロつけて1キロメートルだったでしょ。ね、1キロリットルは1000キロリットルなんです。31キロ車とか。もう31キロ車の方が小さいから。28キロ車とかの方が。ロケットのあのめちゃくちゃ大きいか。あれ、もしかして。100キロ超えてるでしょって。キログラムじゃないですよ、10万リットル超えてるでしょ。じゃあナラティブで、あれ途中で切り離してるのは、じゃああのロケットのエンジンとかつけてものすごい勢い飛んでいく。あのジェット戦闘機ってね、ものすごい勢いでガソリン消費してるんです。それでパワーを得てるんですよ。それはあんまり僕ももう今はもう言いたくないんですけども、もうオートバイの免許取った時に友達に勧められて、その NSR8 万であるよとか言われて、昔の NSR250cc、 僕 400cc の RF400RV っていうのを購入したんですよ。それは理由はね、あの原付で捕まったから。時速30キロってもやっぱりこれ無理あるわと思って、47キロで走っていた時に、あのもう本当神戸市北区の話ばかりで申し訳ないんですけども、あのそのトンネルの中でね、谷上の方から、まあ北鈴の方へ行くルート、あのまっすぐ進んだらあの永田区の方へ抜けていくルートなんですけども、まあ左の方はね、兵庫区の方へ行くルートなんですけど、そこのトンネル出るちょっと手前ぐらいでパトカーからうーんっていう音が聞こえて、あー後ろだったーってなって、ほんと10代の頃ですよ。阪神淡路大震災の後、神戸市兵庫区生まれなんです私で、神戸市北区の仮設住宅に引っ越ししてきて計算しちゃったんですよ。で最初の頃は神戸市の、その、神戸電鉄でね、神戸市北区の藤原台っていう駅の近くに仮設住宅があったんです。藤原台の方に、ステップガーデンっていうのが今建ってるんですけど、あれはもう最初から作るべきではなかったっていう結論になるんですよ。その手前のエコーリラの電波がコロ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 変わってるから、それなのに出店したらもっと出す店大差ないのに。出したってどうせ、春国札なのに。ストリートファイターの豪気なあの技の名前急に出してきて申し訳ないんですけども、それ倒産した時に裁判所が破産を通してくれない時、生活保護のままどっかで働いて借金返してくださいよって言われるんです。で別に働かなくてもいいですからとも言われます。労働基準局経由で行くとそうなりますから、本当に。もう社会で働きたくないって思ったら、もう働きに行かなくていいんですって、ちゃんと労働基準局の人は言ってるんです。もう、どこもさ、かしこも法律違反だから。話戻しますよ、ワンピースの。ああ、じゃあ、その前の NSR の話しますよ。それで、そのね、原付を買った時の理由が、阪神淡路大震災で、長田駅までしか神戸電鉄が稼働してなかったんです。でその時はまだ僕原付買ってなかったんです。で自転車で長田駅から、もう今はないんですけども、地下鉄の新長田駅の近くに、長田工業高等学校っていう学校があったんです。で昼間働きながら2年生の頃から、まあ2年生の、冬はその年3年生の頃に阪神淡路大震災があったのが1995年なんですよ。で、
だからもう、あ、買うなんか後で取り返せるから、もうこれ、法律違反のこととかで、ね、どうせ誰か考えてる、もうそれが事実だからしょうがない。ここ、最初の頃と比べて法令線出てるけども、それ法令違反だから、もうしょうがない。僕もそれ話すとき、もう寝たら買うぐらい治るから、それぐらいもう僕もそこは潔くしてます。で、まあ、自転車でね、まあ、友達と、まあ、帰り、ある程度電車の中一緒に、同じような、ね、ルートで帰る人たちと同じ電車に乗って、当時ダービースタにも入ってた。またアホなことを言いな自転車大急ぎでこいで、その次の何時の電車までが怖って乗るぞっていう、そうせんかった次の日の朝の仕事。当時からもう遊んではならないルール、自然とハマってるから。通りで神戸製鋼のラグビー分かったでしょ。土日祝日フルツラパーク忙しい平日学校がある。さあ基本的に土日祝日はもう絶対出てる、ほぼ 100% 僕そうじゃなかったら仕事の日数はこう足らなくなるから人材が平日休みにするでしょ。神戸製鋼としてももう野球としてもオリックスバファローズの前のオリックスバファローズもそう関西話そうハマるから当てはまるからだから仕事中多分頭なんか取られてたんだと思います。あともう嫌いと根性でそう、たまに友達とかが急に真面目なこと言い始めて、本当は自転車でこんなスピードで走ったらあかんからって俺お前から聞いたんやけど原付って時速30キロ超えたら捕まるんやろってお前から捕まったって聞いてんけどまだその子はね運転免許を取ったことない人だったから、まあ彼は名前ぐらい言ってもいいけどっては言ってたんですけども、まあ言うべきかな言わないべきかなって今思ってます。いやどうしたらいいんだろうこういう時ってそのいや考えしそのはい馬の名前言いながら自転車こそんなことし余計な言葉しゃべってるだけ息がもたえんか聞いて笑わされた余計もたえんスポーツの勝ち負けの担当者も試合中笑ったらあかんっていうそれだけでも分かる。他にもいろんな要素いっぱいあるんですけどもごめんなさいね、なかなか話進まなくてで、しょうがなしに、その、結構距離あったんですよ、自転車で、その、同じ長田区なんですけど、多分、長田区の端の方と端の方だと思うんですよ。しかも、やや山間部っていうところ。まあ、ヴィッセル神戸のウィングスタジアム神戸から、神戸電鉄長田駅ぐらいまでの距離ですかね。まあ、大体同じぐらいよ。結構な距離いやだからそれでそのねあと電車で通学してるでしょ計算しちゃったんですよ一月定期代を2万以上かかるじゃあそれねこれ港はまで開通した時にその長田駅からね電車復旧しましたってそこから地下鉄で新長田まで行くでしょとんでもない料金谷上の方地下鉄で行く無理だからそんな時その時新神戸から谷上駅っていう一区間のトンネルの中だけで500何十円取られてる神戸市民から笹山市長ずっと怒られとけ
神戸市長だ、笹山市長、神戸市の北三田市が、その北に阪神・淡路大震災の後の神戸市立ホテルフルーツフラワーパークで働いている時に、まだそこは他の笹山郡とか、なんか丹波郡、なんかもう地図探しは出てくるけども、ちょっとそれ今すると時間かかるから、もうみんな嫌でしょ、もうこの人の言うことなんかもう本当だろうでもう分かるでしょ。株式会社神戸ワインの元社長笹山っていうこと、元神戸市の公務員、町づくり課の人間で、阪神・淡路大震災の全壊した僕の東山高校を解体してくれないで、ヴィッセル神戸のウィングスタジアム神戸作った。高校4年生の時かな、高校3年生の時かな、まだ J2 の頃のヴィッセル神戸の試合見に行かされたんです。その時にその頃はまだね、オリックスバッファローズの本拠地、オリックスの本拠地だったグリーンスタジアム神戸、神戸市西区にあったんです。そのすぐ前に総合運動公園があって、そこ4万人近く入るんですよ。で、綺麗な、めちゃくちゃ綺麗な、ものすごくすごい設備それなのにまあそこでね、ヴィッセル神戸の試合見せられて、あの人たちああいうことをしていてし、お金もらえる話、それ信じられるっていう同級生のそう、そんな話ないやろって無料で見に行ってたんですけど、入口従業員なんかつけてたら、その人たち人件費払わなあかんから無料で入れる。で、まあその時、その後学校の先生となんかね、その試合についてどうこうみたいな話、次の日の授業とか時間さまあ時間をね、割り当ててでも、まあその言い方、割り当てる策っていうか、もうちょっと今この辺が痛いから、なんかなんで刺された時のような痛みね、咳出るでしょ、そういう話したら。これは仕組みなんで、いや、もうちょっと話戻しますね。本題からすぐずれちゃうから、本当の話してたら。で、それで原付き買ったんです。往復で、3リットルぐらいで往復出てきるかな、3リットルかかるかな、2.7 リットルやったわって、今思い出した。で、ピュンって。下り、アクセルちょっと開けとくだけ。スピード感しちゃうっていう。時速30キロで、後からその警察官捕まえ、その止めた後ね、もうちゃんと罰金払いますねその罰金払ってたんですけども、なんか戻る時にボソボソってなんか変なこと言うんですよ。この人も後で文句言ってくるかもしれんわって、俺らの名前その時出してくれたらええからって、時速50キロで走れるって書いてますけどもって教習所何年か経過したら、原動付きバイクは時速50キロで走っていいっていう差し渡されて、僕もそれもう そこから捕まった後の何十年後だから、スーパーコンピューターエシロンとか富岳、まあ富岳の前が K でしょ、で K ができる前からその辺のところで、多分もうみんな神かかり的な力、もしかしたらテレビ局の電波経由かもしれない、みんなそれでコントロールされてるから、そこの真実にたどり着くのはもっと後、僕自動車のゴールド免許の時にその話聞いて見て、本当に帰りやって、ってで、今度教官の方が聞いてきて、この時速50キロの話最近できたと思う人って、手挙げてくださいって言われて、僕手挙げて、みんなってほとんども手挙げてて、下ろしてくださいって。ここで言うことですから、本当のことなんですけども、何年も前からですと。法律で時速30で、なんで法律以外のルールができてるのか余計分からへん、政府のしてることが
あの時の時速47キロで捕まったあれ何なのって、あの時からですかって、分かんない本当に。これね、僕も考えてもそうなんですけど、ごめんなさい、ワンピースの話から随分それ時速30キロで走ってる方が危ないでしょ、次々車を追い越していきます危険なのはオートバイに乗ってる人、オート、オート、オ、二輪車、二輪車、バイクってついつい言っちゃうんですけども。ウルクギオート書いてバイクなんちゃうか。本当に。で、話戻しますけども結局それ理由で RF400RV 中型免許、そんなもう時速30キロで学校行ってた間に合わへん原付も買ってしまったけども、けどスピード違反者捕まるし、もう10メートル行こうか思って友達に勧められて俺やったら最初からそういうことだったら中面取りに行くわって車駐車代かかるからやめとけってみんな言うとわって今月々車だったら何千円も取られるって、8000円ぐらいって、なんか契約料もいるらしいでって契約料なんかいるのって、駐車場の管理者からしたら空いてるから本当は月々8000円払ってほしい方でしょ、何やろこの話って思って、いや後から解約したらそのお金は戻ってくるんですけども、本当本当それが本当のルールですよそれで管理者変わってその契約返してもらわないな、笑えない自然と出てきたこのことは多分そうだと思う、本当にそういう目にあった人、管理者が変わって契約引き返してくれない話聞いたことある、いや管理者の人がなんか電話の向こうで驚いとんねんけどそんな話聞いたことがない、いや前の人からそんな話に私聞いてないんですけどって言ってくる、年齢どれぐらいにと、老人って、前からそこにいた人と違う人みたい、出た事業の引き継ぎうまくいってないケース、テレビのニュースでも出てきた、みんなが考えてる以上にこの世の中難しいからせっかく法律読み込んでそれ以外の行政が作ってくるどこが裁判所なの日本中の裁判官総出で、ちょっと土日祝日に本当に真面目な番組、もう週に1回でいいです、土曜日か日曜日で、みんなで継続してね、その番組で物事本当にこれでいいのかっていうところをちょっと番組でしましょう。どうせその辺の公務員とかだったら、裁判官に言われたらもう俺らは無理だからってなるから。それプラス国会議員と出てきてもらいます。そのうちそこ。政務官が出てきて次副大臣で大臣が出てきて最終的にそういうそこ上達者国会になりますみんながちゃんと現場見てなぜ国会議員ないと失敗してしまうのかわかるから、でみんなちゃんともうそこまでしたらもうみんな多分きっと攻めないと思いますよって、あの人たちもああいう風に話持っていかれてるから、やっぱりあの話のまま進んだらやっぱりそういう法改正に僕もなると思うって、みんなちゃんと最初から見てたって
やっぱりあの話の進め方だったら、いや、あの判例持ってこられたら、判例の話されたら、三権分立あるし、国会の方でも 受け入れなきゃならないし で、もうそれしたら、もう僕はね、もう、中学生かな、高校生ぐらいの頃から友達と話し合って、もうそれもう答え出てるんですよ。余計な法律いっぱい削除した方がええって ありすぎやって、いろんな人たちから話聞いたときにね。どう考えてもそう どうせそれで、あとは行政の窓口のその内容に合わせて、みんな、そのルールを、あとは理解していればいいんじゃないのっていう もうこっち涙出てるから、本当に ごめんなさいね。で、RF400RV を購入した時についついね、そのローンの返済が終わった後、友達 NSR250cc、 400cc のオートバイに乗ってたんですけど、 NSR の方がもっと速いってみんな言うんですよ バイクに詳しい人たち 最初 ちょっと待てよ、嘘言うなよって思ったんですよ。400cc の方がエンジンどう考えても150cc 大きいねんでって。そんなもん、250cc の方が速いわけが、もうしょうがないな。でも8万で売ったるって言ってるし、まあそれやったら、ちょっと乗ってみようかって思って乗ったらめちゃくちゃ速くて、最高時速は、スピードはそこまでじゃないんですけども、ただあれも、NSR 逆輸入バージョン240、うん、ちゃう、え、70馬力？ 70 馬力でしたっけ？なんかものすごいらしくて、普通の市販されてる NSR で十分。このアクセル開けただけで、低速に、もう2速3速ぐらい。最初のスタートだし、普通にものすごい。レーサーレプリカ、よく考えたらレース用に使用してるから、作られてるから、低速はものすごい速いんです。ただ、上の方のギアがあんまりっていう状態なんです。最初の加速力だけすごいって。で、その NSR で勉強したんです。すごい勢いでガソリンなくなるんです。最初の頃の話覚えてます？そのロケットでワンピースの軍隊長のうちの一名 小さな動物背負え、小さくてすエネルギーの残存量 そんなにたくさん消費されたら困るか 空気でちゃんと飛んでいかな 裏方で何してるか 自転車にこう、これで空気入れたことある人います？ その人なら理解できると思うんですけども、自転車って、あれ ホイールのところは金属でしょ？で、その周りゴムで、その中にゴムのチューブを入れてるんですよ。で、そのゴムのチューブのところの配管という、まあ配管でいいと思う。配管のところをこうキャップを閉めているんであって、それを回して、ホイールのところでね、それにこんなこうカチャってこうつける、まあ取り付け式の、まあエア送り機、まあ空気送り機の、もうそれで日本語でいいと思う。あんまり空気送り機って言った方がわかりやすい、本当に。あ、空気送るんだなってわかるから。で、それを取り付けて、こうやって力を押して自分の体重を乗せるように、下の方行った時にやっぱり重いから、詰まってるか、空気が。で、それでやったから、軍隊長のうちのやつ。一回飛んだ。その当時、そこまで話して。自転車が途中でパンクして、どれだけ困るかっていうと し、それでちゃんと表現しといた方がええって。これね、今年僕は琵琶湖の撮影行ったでしょ。琵琶湖から京都府抜けて、もう大阪まで入ったのかな？京都府内かな？そのあたりで、電車に乗って、もうそこ、内側完全に。もうそこも大阪との境目、もう大阪じゃないかなって思うんですけども、淀川の近くだから。そこまで歩いて行ったんですけども、まあ歩いてるのなんか僕だけですよ、聞いて。途中で道間違えた。
奈良県の方行ってしまうか そこの分かれ道のところで、ちょっと待ってよ、この地図っていう、ね、最初、奈良県の方行こうとしていて、なんかちょっとおかしいって思ったんですよね。あれ、方角的にああいう風に大分蛇行してるけども、いや、おかしい。多分こ、あれって、ああいう風にこう曲がった時に、ってなって、最初、こう行ったら、あれ、右に行き過ぎるんちゃうかなって、あれ嫌な声って、もう一度滋賀県の方とか、大阪の北の方に出行くルートだ。あるかもしれんなぁと思って、ちょっともう一回地図見てみようと思って、地図見たら、そのルートが普通に宇治川の方へ行くルートで、左の方行ったら、奈良県の方に行くルートで、歩いて行ってるから。もう民家なんかもうその頃ないから、周り。だいぶ前から。歩いてるの僕ぐらい。たまに、まあ下りだからね、滋賀県の方から行くと、基本的にですよ。ある程度アップダウンあったと思いますよ、道は。自転車でね、通行している人がいたんですけども、途中でパンクした時の話、軍隊長が上がった。軍隊長でもこうやってする。エネルギーの雑。もう分かってきたでしょ？軍事演習。そんなことして、場合じゃないやろ。エネルギーの残存量問題、お前ら真面目に考えてみたことあるって。もう未来からの音声とかで現場の自衛官が急に止まるから、バレた、もうエネルギーの残存量問題やわって、まあもう止めて、戦車止めた方が、あの人やあの人本当に天皇陛下とは会っている人やからって、ほんと。政府上層部ではもうおなじみの話。昔っからや。総合格闘技、むちゃくちゃなことしてたらどうなるか、すぐに自衛官に行ってもらうから、昔なんか。もう昔から、その前はプロレスの頃から、やりすぎたら、自衛官が、迷彩服着たまま乗り込んで。リング没収。じゃもうこれ今笑いながら言ってますけども、本当はあの時リング没収しておいてもらってよかったなって本当は思うから。いろんな怪我人の人とかの、女行った時、実際のプロレスラーの人たちとか、今までの事件とか後でもう一回見直した時に、やめといてよかったわってなるから。本当は総合格闘技も同じ、そらお金の稼ぎとかいろいろあるとは思うんですけども、それ相手もし殺しちゃったら、もともとボクシングは死亡事故結構あったから、昔、あ、当たり前、昔のグローブほとんどクッションなし、死ぬ。割れる。業務上過失し殺人犯ね、誰かが止めに行った方がいい。ちゃんとリング募集して。だってものすごい、その話、ボクシングか、グローブが、これぐらいを、そりゃダウンせえ。そもそも、グローブが大きいから、これぐらいの感覚でガードの襟、防御できる襟。きつい。勝ち負けしてる。我慢の限界。笑い始めてしまうか。もう向こうの国も担当者がいたとしますよ。あの勝ち負けのところでね、頭の中供給したりとか、もしかしたらインパクトの瞬間だけ腕の力貸したりとか、まあ僕みたいな話の内容もあるんですけども、いやだから笑ったら負け、勝ち負けの担当者、あと現場の選手、どうしよう、客席気づいたりと絶対誰かが突っ込み入れて
ちゃんと言葉になっちゃう。あんなにグローブ大きかった。そりゃ、ダウンはないわ。言うから、それは。笑いながら言われた。こっち、言うはずね。笑ってしまう。程度というものがあんなにグローブ大きかった。ちょっとガード下がり気味で、おでこもね、おでこに当たることすらない。この辺の位置でね、もうグローブおでこ隠れてる。ガードが下がってる。ちょうどいい。すぐボディのカード、もう正直もうこの時点でね、で人間こう足とかかがめて動くから肘もうすでにボディの高さのそりゃね、腕振るスピードよりそれ見てから みんなとっさにこう来たら動くでしょう、絶対。ほとんどガードさえ、グリーンヒットがなかなか、あんなにグローブを、グローブとグローブはどうやって拳、誰かがふざけまして、万事切れ開けたらね、万事切は閉めるもん、万力は締めるものなんです。万力で開けたら。ちょっと今喋るのっけとこ一旦止めます。先ほどの続きなんですけども、ちょっともう22時23分なんで、ここへでお話しします。ボクシングの記事でもスポーツの勝ち負けね。インターネットをね、勝手に記事が流れてくるでしょ。たまにパンチがないとかって記事で出てくるでしょ。違う違う、それ威力がないっていうんです。パンチがないのかなって思って、まあ試合後だから疲れてる部分とかもあって、その辺はナチュラルで間違えてしまってるんだと思いますよ。選手がもうすごくもう息上がってる時ね、僕もやっぱり息上がってる時ちょっと間違えたりすることありますから、人間もみんなそうだと思いますよ。もう行き上がった脳に酸素がしっかりといかなくなったら本当無理だから、それはそれで。けど記事書いてる人も行き上がってる。これわざと流してきてるんじゃんか、笑わせようとして。パンチがない、ボクシングしてる、パンチがない、そんな試合あるわけないでしょ。1ラウンドから12ラウンド、両者ちょうど今声が大きくなってきた時に踏切の音聞こえたでしょ。近所迷惑にはならない。この辺も神がかり的な力でちゃんとなるようになってるんです。で、本当さすがに電車の時刻はなかなかそこたまに帰ってくるからややこしい。本当おかしい、この時間のはずだったのに。一応ね、さっきの踏切の音が本当だったっていうことでね、もうここまで音聞こえてもらったらちゃんと電車通ってるでしょ。さすがにそこそんな嘘は僕は本当嘘嫌いだからさ。本当テレビ局のアナウンサーの人たちとかが誰かと会話してるようなシーンあるでしょ。まあ今年で言うと、まあ大体僕に叱られたりとか文句言われたりとか、ある程度相談されたりとか、いや本当こんなもんこんな放送してたら本当世の中無理ですよって、もうみんな、もしかして今僕を見てる映像もうみんな逃げた後ですかとかそういう話ちょいちょい確認しなかった。怒ってるうちはいいけども、不安になった時めちゃくちゃ不安になるから。もうエネルギーの残存量問題とか考えた、昔だって69年分とかでしたもん。ちゃんとカウントダウンされてる。
まあ、ちょっと緊張感のある話で一旦ここで、録画停止します。まあまあ軍隊長の残り2人どんな話だったかなと。もう俺もその胸ちょっと見せたやつなんか俺もう無理やからってその話もう俺もうしたくないわ。どもうどんなええー、もう俺も巻き込まれて嫌やからちょっと待って革命か一人だけまともそうな人間入れとくってさっきのこの話と軍隊長の話自衛官とかも他国の、軍隊とか もうそんなことしてる場合じゃないでしょっていう話になったでしょ。もう1998年のフルーツララパークの時にもうその話で決着つきましたもん。世界中の政府上層部で本当に。あとは国連条項ちゃんと軍事費の縮小軍備の縮小2つ言ったってその辺イコールだったらどうします。行政だ法律照らし合わせた内容でねえいい線言ってる内容を書いてきてるでしょ。僕の言ってる内容を本当に実践したらね絶対戦争ならないでしょ。まずそこ大きなメリット、戦車とかなくなるんですから。航空機全然いらん、ややこしいだけ。ジェット戦闘機で災害救助に行ったやつなんか見たことない。その話で航空自衛官のなんとかっていうやつをテニスの方に回らせたからその男の名前が偽名にしこり系もう忘れたけど、もう錦織圭の方からちょっと本名に直して、本当にもうそれせんかとも言わなが無理無理、こんなにむちゃくちゃな話ばっかりだったら本当に本当に。いやだからある程度エネルギーの残存量問題が世界中の政府上層部で問題かなってる。国連条項でもちゃんと軍備の縮小とか書かれてるから、あと他の法律でもみんなの命がかかってるから、むしろそちらの方を優先でしょっていう話になってるから、まあもう一人の軍隊長がどうなんだかな、一人だけまともそうな顔の人入れとくって、男女平等の社会で攻めてくる人いたらややこしいし、女性にしとくまともな顔の方でもうそのまともな顔の人の方でその胸露出させたやつ抑え込んでもらうしかないやろ。向こうも嫌やって言ってくる、そんなやつ相手にしたくない、自分もそれこそ持ち帰られる、俺らの全部に一緒にいただけで間違えるいやもう警察官の人とかが真面目な言っていいって、フルーツラパークも多分そういう業界のやつもう紛れ込んだ実はもう辞めさせた方やねやんかって、連絡誰から来たかって言ったら、一応君も一緒に連絡した方だったはずだねんけど覚えてるって言えて急にね小学校の子の話からその神戸市立ホテルフルーツラパークの1997年8年の話に戻ってますけどもメモしてなかったら忘れます。で正直言うとそういうやつ、ね、世の中もものすごい数出回った後やから一応リスト作っといた方がいい。であとは同姓同名の人なんかいっぱいいるから、一応年齢とそういうやつらのリストを作っておいて、まあそれらしい人とか、まあそれ喋ってる言動とかで分かるから、そういう業界のことを認めてるか認めてないかとか、そういうところに行きたいとか言ってるやつも絶対お前絶対そうやろ、わかるからもうじゃあもうお金かさされた話と
僕はね、僕は200万も金貸されて連れて行かれたのが、そのね、テレビ局のアナウンサーうんぬんとの、その結婚話とかね、その辺の話で、東京にある和食の仕出し、あの弁当とか仕出ししてる店の再建でとか、いろいろうまいこと言われて200万金貸されて、そいつに連れて行かれたのがキャバクラ。その後警察官4人突入いかにこらえる必死で、出されたウイスキーも女の店員と一言も喋ってなくて、どうしてたかって言ったら、もうこういう状態。ごめんなさい、もうちょっと後ろを後ろ行ったら分かるかごめんなさいねこういう状態。ちゃんと僕も税金とか納税してるから、200万作るのに、その時に途中から暴力団の名前出されて、ちょっと僕も怖くなって、アコムとかの消費者金融3社から90万金下ろさせられてる。で、ある程度テレビ局も次にあると思います、フェイクニュースとか放送してるから。で、あと淡谷圭介の結婚話して、ほぼ全員が、全員アナウンサーだけじゃなくて、もう女優の世界はいいんだけども、怖いからの世界、もうそっち行った人間もう何してるか分からへんから、で、いやもう確認ができないの、いちいち一人一人調べる、ものすごい数がデビューしてくるからで、名前は変えてるわとかなってきたら、お前もう絶対そっち側の人間なんじゃないのって、もう無理やからって助ける、いやいやいや勘違いされるって、俺も知らんかったか、そういうやつって、ちゃんと僕もちゃんとした理由がある、しっかりとした理由、あんなに働いてたら無理だから、そんなこといちいち知るのってで、まあ音楽業界も含めてそうなんですけどね、モデルとか